ストンプトークモッドストーンは日本の5人組ロックバンド。2013年より川島のソロ活動として指導2014年にバンドを結成。略称としては STMT が用いられる。自主レーベルの春とシュラに所属しているが多数の海外レーベルからもリリースしている。様々な音楽の影響を受けており、アルバムごとに異なった作風なのが特徴。また、 楽曲のジャンル幅が広いだけじゃなく、歌詞では日本語の他に、英語や中国語などの言語も用いられている。リリース頻度が非常に高いにもかかわらず未だに書き留めた曲、未発表の曲が多数あり、バンド初期に作られた作品が新曲として収録されることも多い。川島が好きな日本のバンド、スクールフードパニッシュメント、スパングルコールリリーラインの五感を真似たことに由来する。 それぞれの単語には特に深い意味はない。川島剛、義ボーカル、ギター、ベース、ドラムス、キーボード、シンセサイザー西野直樹、ギター、ボーカル星野公太、ベース、ボーカル浅井萌え、ドラムス、ボーカル、イラストレーター、サノミム、ボーカル、イラストレーター、エリコボーカル2013年、川島のソロ活動の一環として指導。 当時はインストゥルメンタルをメインとした楽曲作りをしていたが、UK ロックなどの影響により、ボーカルを入れた楽曲作りに変更。この頃にデジタルアルバム、リ、プラネット、ハル、リョーなどの作品が作られ、後に新曲として発表された DNA や、はじめ EP、春色などの作品もこの頃に作られる。当時の時点ですでに、ストンプトーク、 モッドストーンとしての持ち曲は100曲以上になっていた。2014年ソロ活動からバンド活動に変えるため、メンバーをネットで募集。高校時代の同級生と DJ がバンドに加わる。ライブの出演が決まるものの DJ が音信不通になり、また同級生による練習不足の影響によって、ストンプトーク、モッドストーンとしての初のライブは、川島のソロでの出演となった。 その後、ネット募集によって、浅井萌と西野直樹が加わるものの、同級生が脱退。再度ネット募集によって、星野孝太が加わる。数ヶ月後には、ストンプトークモッドストーンのバンド編成としては、初のライブ出演をする。2015年ライブ活動を中心に、物販にて、初のデモ作品、ファーストデモを販売、黄色レコーズによる、コンピレーション作品、 ビフォー・ザ・ドーンの参加、アートスクールのオマージュ作品集、アート、ステューデンツ、ラブレターボックスの参加など、活動の幅を広げる。そして、ストンプトークもオッドストーンのファンであった、佐野ミノル夢のイラストを見た川島が、バンド加入の誘いをして、現在の体制となった。2016年ヒドロによる、自主企画、2、アイデンティティクライシス、東京テンダーによる、自主企画、 ナイトクルージングに参加。また、デモ作品、セカンドデモ、水中域や、花言葉などリリースする。2017年黄色レコーズによる企画、千葉シューゲーザーボリューム2に参加。OS01 や、純潔などのリリースをするが、川島の持病の悪化に伴い、短期間の活動休止をする。2018年新曲の公開と同時に、活動再開。 ポポキューと東京テンダーによる合同企画ワルツ1にてライブ活動も再開する。その後、デー、デー、4.5などのリリースをする。また、年末にはクリスマスコンピレーションアルバム作品 C、C3 に参加。2019年ライブ活動と並行に神様の言う通りリフレインバック天国の生き方 EP をリリース。また、年の後半には 体制変革のためにライブ活動を休止する。現在リリースされている作品のすべては、川島の多黒区によって制作されたものとなっており、またそれに伴った映像作品も同時に川島によって制作されている。2015年から2018年の作品に使用されているジャケットは、佐野によるイラストとなっており、それ以前や現在は川島が制作。ほとんどの作品に、 テーマやジャンルが設けられており、また使用する楽器やパターンなどの制限を設けて制作されている。初期はレギュラーチューニング主体だったが、現在ではハーフダウンチューニングを主体にカポタストを多用した作曲がメインになっている。また楽曲によってはドロップ D チューニングも用いる。エフェクターを多用した音作りからクリーンを使用したシンプルな音作りの他に、 キーボードやシンセサイザー、ストリングスを使うなど表現方法が多種多様。ありがとうございます。